皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、マリオットボンボホテルポイント購入ミステリーボーナスポイントキャンペーン解説ということで動画ねやっていきたいと思います。今回ね、ミステリーボーナスポイントということで、マリオットボンボホテルポイントっていうのはですね、購入キャンペーンっていうのを年にね何回かやっておりまして、まあいつでもね購入することができるんですけども、年間数回ですね増量キャンペーンっていうのが行われているんですよね。で、今回ですね、ミステリーボーナスポイントということで、今まではですね 40% だったり 50%、 今までね一番最大だったら確か 60% とかだったと思うんですけども、まあそういった感じで増量キャンペーンっていうのが行われてたわけなんですけども、今回ですね、ミステリーボーナスポイントということで、こちらね人によってこのボーナスポイントのパーセンテージがね違うっていうのが、まあ、今回のキャンペーンっていった形になるんですよね。で、こちらですね、2021年8月13日にですね、私ね知ったわけなんですけども、こちらね知る限りだと、40% もしくは 45% もしくは 50% ということで、おそらくね 50% 以上の人はねいらっしゃらないかなというふうに思うんですけども、もしねいらっしゃいましたらですね、ぜひねコメントで教えていただければなと思います。ということで、今回ねこちらのキャンペーンですね、解説していきたいなというふうに思うんですけども、リスピージャーメックそのね新規発行キャンペーンが5月から6月までね行われたということもありますので、今回のねマリオットボンボホテルポイント購入キャンペーンが初めての方もねいらっしゃるかなというふうに思いますので、気になる方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。それではですね、今回のキャンペーンの詳細ですね、公式サイトにはこんな感じになっておりまして、お客様のミステリーボーナスは 45% というで、私はね 45% だったんですよね。ポイントを購入してすぐ次のアドベンチャーへということで、でこちらですね、公式サイト見るとね、このパーセンテージのところがですね、コインで削ってるようなねアニメーションとかもつけられてて、ちょっと面白いですよね。で、詳細に関してなんですけども、期間はですね、2021年8月12日ですね、9時からこちら、米国東部時間というふうになっておりまして、日本時間はですね、8月の12日の22時から、2021年9月25日23時59分、米国東部時間、日本時間ですね、9月26日12時59分までというふうになっておりますんで、9月の半ばくらいまでですね、こちらやってるキャンペーンという風になりますんで、本日が8月の13日という風になりますんで、まあだいたい1ヶ月ちょっとぐらいねやっているキャンペーンっていう風になります。でですね、特典はですね、購入したポイントのボーナスポイントが 40% から 50% の間でボーナスポイントがもらえるキャンペーンっていう風になります。で、今回のミステリーボーナスポイントキャンペーンの条件なんですけども、マリオットボンボイホテルポイントを購入するときに2000ポイント以上ね、購入していただくと、今回のねこのミステリーボーナスが付与されるっていう風になりますんで、まあ2000ポイント以上なんでね、まあ1000ポイントから購入できるわけなんですけども、1000ポイントだとこのミステリーボーナスは付与されないっていった形になります。でですね、キャンペーンのポイント購入の最大はですね10万ポイントまでという風になっておりまして、マリオットボンボホテルポイントはですね、年間で購入できるポイントが10万ポイントっていう風にね決められておりますので、この上限以内でね購入していただくっていった形になります。ですので2021年に入ってからですね、もう10万ポイントね購入されている方は追加購入ができないっていった形になります。で、ボーナスポイント分ですね、今回ミステリーボーナスで40から 50% ねつくわけなんですけども、このボーナスポイント分に関してはこの年間のね上限には含まれないっていった形になります。で、購入したポイントのね付与時期に関しては、購入後ね72時間以内に付与っていった形になります。で、このキャンペーンのね注意事項ということで、マリオットボンボホテルの会員になってからですね、30日経過しないと購入することがねできないっていった形になってるんですよね。まだね入会したての方はですね、ちょっとね今回の購入はですね30日経過してからでないとね購入することができないっていった形になっておりますので、まあキャンペーン自体はですね、日本時間の9月の26日12時59分までねやっているっていう風になりますんで、まあちょっとね大事をとって9月の25日ぐらいまではねポイント購入していただきたいんですけども、それまでにですね30日経過してないとですね購入することができませんので、この点はね注意していただければなと思います。
それはですね、今回ね、ミステリーボーナスポイントキャンペーンということで、人によってね、ボーナス分が 40% から 50% ということで、まあ人によって違うわけなんですよね。で、私の方はですね、マリオットボンボイホテルポイントの1ポイントの価格ね、ちょっとまとめさせていただいたんですけども、こんな感じになっております。で、この表はですね、本日が8月13日なんですけども、為替レートが1ドル110円43円で、先ほど調べたね、価格で作らせていただいておりますので、まあ、あくまでね、参考程度にね、見ていただければなと思います。この為替レートっていうのはね、変動していきますので、実際に購入したらね、この金額にならないっていうことも十分あるって言った形になりますんで、その点はね、覚えておいてください。で、2000ポイントのね、ところを見ていただきたいんですけども、2000ポイントね、購入してやると25ドルで購入することができます。で、40% から 50% のね、ボーナスがこういった感じでね、作っていた形になっておりまして、合計金額ですね、2000ポイント購入すると25ドルということで、まあこれをですね、1ドル110円、43円でね、計算すると2760円っていった形になります。で、外貨決済手数料っていうのがね、まあ込みで 2% ということで2815円っていった形になります。で、この外貨決済手数料って何ですかっていう話なんですけども、マリオットボンバーホテルポイントね、購入する際ですね、こちらはクレジットカード決済っていった形になりまして、外貨決済になるんですよね、このマリオットボンボイホテルポイント購入は。ですのでクレジットカード決済ね、していただくと大体ですね、外貨決済手数料がまあ 1% からまあ大体 2% ぐらいねかかってくるっていった形になるんですよね。まああの SP ジャーメックスね保有されている方は結構いらっしゃるかなというふうに思いますし、このクレジットカードでね、決済する方もいらっしゃるかと思うんですけども、アメックスに関しては 2% っていった形になりますんで、まあこちらをね、考慮させていただいております。で、こちらをね、入れていただくと、2000ポイント購入した時の購入価格が1円っていった形になります。こちらが 45% だと 0.970 円、50% だと 0.93 円っていった形になります。ということで 40% の、ね、方だとですね、2000ポイントね購入していただくと、まあ、1円っていった形になりますんで、まあ微妙なラインですよね。まあ1ポイント1円でね利用できればまあお得かなっていうところですね。ちょっとこれもギリギリっていった形になるんですけども、まあ、もしね 45% から 50% の方であればですね、マリオットボンボイポイントを1ポイント1円でね利用することができればですね、今回のキャンペーンで購入していただいてですね、利用していただくのもお得になるかなっていうふうに思うんですよね。まあね、お得はお得なんですけども、まあお金はね、かかるんですよね。まあ5万ポイントね、獲得するにはですね、45% のミステリーボーナスの方だと、3万5000ポイント購入すると 45% のボーナスで、1万5750ポイントがついて、5万と750ポイント、まあ獲得できて、437ドルなので、4万8257円。まあこちらに外貨決済入れると、4万9222円っていう風になりますんで、まあ5万ポイント購入するのに4万9222円がねかかるっていう形になりますんで、まあお得はねお得なんですけども、まあお金はねかかりますので、まあ購入されるかどうかはですね、よくね検討していただいてですね、利用していただければなというふうに思います。もちろんもうホテルをね予約している方で現金で支払うよりもポイントで購入してポイント払いした方がねお得になるのであればですね、こちらねおすすめかなというふうに思うんですけども、まあマリオットボンボイホテルのねポイント購入キャンペーンっていうのは年にね数回ボーナスポイントっていった形であるわけなんですけども、まあお金はかかりますんでね、この点をね慎重にね判断していただければなと思います。それでは次にですね、私の動画でね結構紹介させていただいているこのレボリュートカードですね、こちら外貨決済手数料はねほぼかからない、こちらプリペイドカードっていう風になるわけなんですけども、まあこちらでね決済していただくとほぼね外貨決済手数料かからずしてですね購入することができますんで、個人的にはね結構おすすめです。でこちらをね考慮するとですね、こういった感じになるんですよね。2000ポイント購入すると2760円っていう風になりますんで、40% の方でもね 0.985 円、 45% だと 0.985 円
0.951円、 50% の方であると 0.92 円ということで結構ね下がりますよね。ですので定期的にですねマリオットボンボホテルポイントね購入されている方はですねこちらのねレボリュートカードねこちら発行手数料ねかかりませんのでぜひねこちら検討してみていただければなと思います。それではですね、今回のこのキャンペーンなんですけども、マリオットボンバーホテルポイントということで、こちら購入するのにですね、スピージアメックスでね、決済した場合、ボーナスポイントがね、もらえるのかっていう話なんですけども、こちらね、ボーナスポイントはスピージアメックスで決済してももらえません。ですので、普通のね、100円につき3ポイントの通常ポイントだけですね、スピージアメックスでね、決済するともらえるっていった形になりますんで、これね、結構聞かれるんですけども、まあボーナスポイントねもらえればねすごいいいキャンペーンっていう風になるわけなんですけども、残念ながらねボーナスポイントはもらえません。こちらねヒルトンアメックスでヒルトンポイントを購入してももらえないっていうのとね一緒っていった形になります。それでは次にですね、マリオットボンバーホテルポイントね、今回のキャンペーンで購入する方はですね、アメリカのポイントサイトトップキャッシュバックっていうのをね、経由していただくとお得に購入することができるっていった形になりますんで、今ね、何パーセントだったかな ?4%? あ、違う。今はね、2.5% 還元ということで 2.5% のですねキャッシュバックが受けられるっていう風になりますんで、ぜひねこちらを経由していただいてマリオットボンバーホテルポイントね購入していただければなと思います。公式サイトね概要欄に載せておきますので、そちらクリックしていただくとですね、上のね検索バーでポイントって入れていただくとですね、ポイント .com っていうのが出てきます。でこちらをねクリックしていただくとですね、いろいろねババッと出てくるわけなんですけども、こちらのですねマリオットリワーズパートナーマイルパーチェイスっていうのがねあると思いますので、こちらをねクリックしていただくとマリオットボンボホテルポイントのポイント購入画面にねそのまま飛べるようになりますんで、そこからね購入していただくとですね 2.5% のキャッシュバックがね受けられるっていった形になりますんで、まあこちらねビビたる元なんですけども、マリオットボンボホテルポイントとかヒルトンポイント、あとねユナイテッド航空のマイレージプラスとかね、まあこういったものをですねキャンペーンでよく購入されている方はですね、まあこれもね塵も積もれば結構山となりますので、ぜひね経由して購入ねしていただければなと思います。ということで今回ですね、マリオットボンバーホテルポイントミステリーボーナスポイントキャンペーンということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、まあね今回のキャンペーンですね、基本的にはね私はマリオットボンバーホテルポイント購入するっていうのは結構ね値段が高いのでお勧めしてないんですけども、もうすでにですねマリオットボンバーホテルを宿泊予定されている方で現金で決済するよりポイント購入してねポイントで支払った方がお得になるのであればですね、ぜひね購入検討してみていただければなと思います。やっぱりねこのマリオットボンバーホテルポイントっていうのは購入するとね結構高いので、まあお得にね利用できる部分もねあるわけなんですけども、普通の日々の決済で貯めたポイントでね宿泊していただくのがね一番いいのかなっていうふうに思います。結構贅沢になりますよね。5万円のホテルに5万ポイントで宿泊するっていうことは、まあ5万円支払うっていうことですからね。まあ個人的には日々の決済でね、貯めていただいて宿泊していただくのがね、一番いいのかなというふうに思います。またですね、今回のキャンペーンでポイントを購入してマイルに交換するって思われる方もね、いらっしゃるかもしれないんですけども、まあマリオットボンバーホテルポイントはね、マイルに交換するレートね、非常にいいんですけども、このキャンペーンで購入するっていうのはですね、1マイルの購入単価はね、だいたい 2.3 円ぐらいになるんですよね。ですので、まあ基本的にはね、おすすめできないかなっていうふうに思うんですよね。まあビジネスクラスとかファーストクラスとかね乗られるのであればですね、まあお得にはなるかなっていうふうに思うんですけども、ビジネスクラスファーストとかね、まあ乗る予定でちょっとマイルが足りないっていう方であればねお得になるかなというふうに思うんですけども、まあ基本的にはですね、まあ1マイルね基本的には2円ぐらいっていうふうに言われておりますので、まあ基本はねお勧めできないかなというふうに思います。ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンバーホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方ですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。